ゲタゲタ。大垣溶解地下、ここは平野部になっていまして、日本海から雪雲がどんどんやってきます。突然局地的に大雪に見舞われるゲリラ雪というのがあるんですね。そしてもう一つが北陸自動車道の朝日上越間。ここはわずか50分寝ちゃうの消えた。26ものトンネルがあります。トンネルの出口付近では天気の急変に厳重な注意が必要です。あれ明日は西が穏やか、北は激しい天気になります。まず西日本から東海関東は高気圧の影響で大掃除日和。一方北日本方面、低気圧がやってきます。はい、ケータ笑って。局地的な強い雨や雪、そして雷、突風などがありそうです。北陸や東北は明日の午後になると吹雪くところが増えてきます。それでは、ニュースが午後西日本風が強まりそうです。朝の警報に変化は